県は木造住宅の耐震化支援などを盛り込んだ一般会計で108億円余りの補正予算案を発表しました県の6月補正予算案は防災・減災対策の推進やエネルギー価格物価高騰への対応策などを主な柱に一般会計で108億円余りとなっています このうち南海トラフ地震などに備えた防災・減災対策は予算のおよそ9割を占める96億円余りを計上能登半島地震や今年4月県内で震度6弱を観測した地震を受け家具を固定する器具の購入や設置費用を1世帯あたり5000円を上限に負担する事業などに3億3000万円余りを当てています また、電気料金の値上げによる負担を軽減するため、省エネ性能の高い家電を購入する費用の補助などにおよそ2億円を当てています。エアコンなどを購入する際、単体では上限3万円、複数の家電を購入する場合は4万円まで本体価格の半額を補助するということです。補正予算案は、 今月24日に開会する県議会に提案される予定です。